こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、男が好きな服、女性が苦手な服というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。このテーマは一度しっかりとお話をしておきたいなと思ったんですね。これなぜかというと、自分ではオシャレをですね、結構頑張ってるはずなのに、女性からの評価がイマイチという男性って少なくないかなと思うんですね。これは僕でもですね、よく陥ることなんですけども、当たり前のことではあるんです が男性の感覚と女性の感覚って明確に違うので男性が考えるおしゃれと女性が考えるおしゃれというのは全然違ってくるわけなんですね。ここをしっかりと理解した上でですね、着こなしを考えないとせっかく時間とお金をかけておしゃれをしても 肝心の女性からの評価がイマイチということが結構起きてしまうので、まあ、そんな方はですねぜひ今回の動画最後まで楽しんでいただきたいなと思いますもちろんおしゃれをする目的って人それぞれだと思うんですね今回は女性から好印象を得たいということこれを一つですねテーマに掲げるわけなんですけどもそれ以外にもやっぱり自分自身が楽しみたいだとか自己満足の世界でモチベーション高い着こなしをしたいという方もいらっしゃると思うんですよね僕自身も結構この 感覚が強いですし、あとはできるだけダサく見えなければいいという方もいると思います。どれも正解だと思うんですが、仮に女性から好印象を持たれたいというところ、少しでもある方であれば、今回の内容はかなり役立つかなと思うので、男性が好きな着こなしってこういうものがあって、でも女性はそういった価値観よくわからないとか、むしろこういう方が好きだよねというところをですね、しっかりと具体例を挙げながらですね、解説をしたいなと思っていますので、ぜひ ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく言語化しながら解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからは具体的に男性が好きな服と女性が好きな服、ここの違いですとか、まあ、どういったところを女性は苦手に感じてるのか、このあたりを解説したいなと思ってるんですが、まあ、その前にちょっとお話ししたいことがありまして、まあ、僕自身はですね、個人向けのスタイリストとして14年間活動してきたわけなんですね。その中で僕はですね、一般の男性をスタイリングすることがほとんどなんですが、まあ、その方にですね、喜んでもらえるような着こなしを 提案して僕自身もお客さんも納得満足してるんですが実はですねそのお客さんが自宅に帰って奥様にその着こなしを見ていただいた時にちょっとしっくりこないということ意外と少なくなかったんですねこのような奥さんだとかあとはお付き合いしている彼女さんからの評価がイマイチだったってことは僕自身散々経験してきてなんでイマイチ反応が良くないんだろうなというところは常にですね僕自身が悩み続けて じゃあどううすすすればいいいいのののかかとととこころをですね考え続けたたがこの14年間だったかなと思っな思ていますその上で、やっぱり男性的な感覚と女性的な感覚には大きな隔たりがあるなと思いまして、必ず女性目線というところも意識をしながらですね、男性の着こなしというところを提案するようになったら、かなりですね、女性からの評価が変わったので、そのあたりも含めて、今回はしっかりとお伝えをしておきたいなと思います。できれば女性のゲストがいて対談しながらだとよりは わかりやすいかなと思うんですが、まあ、実際にですね、女性にお話を聞いてみても、なんとなくで理解していることが多かったでするので、なかなか言語化するのが難しかったでするので、今回は僕自身の体験ですとか、あとは僕の奥さんですね、いろいろと昨日の段階で、まあ、どういう着こなしが女性は好きか嫌いかというところもいろいろと話をしてきたので、そのあたりを踏まえながら解説をしていきたいなと思っています。 はい。ということで、まず早速、一つ目のですね、女性が苦手な着こなしというところでお話をしたいなと思うんですが、清潔感がないファッション、着こなし、これが苦手というのは、皆さんもですね、なんとなくイメージにあるかなと思います。まあ、女性の方にどんな男性の着こなしが苦手ですかと聞くと、大体ですね、清潔感がない着こなしというふうにですね、挙げられることが多いんですね。だけど、この清潔感って何なのかがわからないという方が多いかなと思うんですが、まあ 今回はここをもうちょっと掘り下げたいと思うんですけども、例えば洋服はちゃんと洗濯をしてるだとか、着た後にファブリーズをかけてるだとか、なるべくシワが出ないようにアイロンしてるだとか、そういった意味での清潔感ではなくて、女性が言う清潔感っていうのはもっと別のものなんですね。例えば具体的なところで言うと、男性が好きな服の一つの代名詞として、ヴィンテージの服だとか、古着というものがあるかなと思います。まあ、僕自身も古着が大好きで、めちゃくちゃ買っていた時期があり いましたたた家にああるももののほととんんどがが古着だだっっっような時代もあってヴィンテージ思うとかはすすごく好きだったんですがこのような古着だとか味わい深いヴィンテージへの理解というものは女性はほとんどないと思ってもらった方が僕はいいんじゃないのかなと思います男性から見るとその背景のストーリーだとかその味わい深さみたいなものは魅力に映るんですが女性から見ると清潔感がない服に見えてしまうので古着というのは結構ですね女性目線からすると NGI アイテムに挙げられることが多いんじゃないのかなと思っていますまあ、ちょっと僕もですね好きなのでこういったものとか買ったりするんですよねもう最近ですね買ったものなんですがレミレリーフというブランドのデニムジャケット僕はですねこのブランドが大好きでいろんなものを買っているんですがまあ本当の古着というよりはヴィンテージ感をですねうまく表現したようなそういったものをリリースしているブランドで僕大好きなんですよねでもこういった価値観って女性にはなかなか伝わりづらいんですね 着古した感じだとかヨレヨレとした感じが女性には清潔感がなく映ってしまうのでそれがですねあんまり得意じゃないという方は結構少なくないかなと思いますただ最近は女性の中でも古着好きの方も増えてきたりだとかまあ、男性の文化への理解をしてくれる方もちょっと増えてきてるのでそういう方には全然印象がいいしうちの奥さんとかも結構このデニムジャケットとかは褒めてくれたりするのでまあ、人それぞれだったりはするんですがその中でも古着というのはなかなか女性には 理解がしがしたいいい世界観ななのかなとううふうに思っていますで、もう一つ男性がやりがちなのは、どこどこのブランドで買った服をですね、何年も何年も着続けるというやつですね。まあ、一長羅で買ったコートだとか、あとはダウン、まあ、わかりやすいブランドありますよね。ロゴがドーンと乗ってるようなやつ。そういったものを、まあ、結構頑張って買ったので、長く着てしまう男性って少なくないんですが、どんなに良いブランドであっても、どんなに高い服であっても、ある程度着古した服は、女性にとっては、ただの の、清潔感がない服に見えてしまうので、これまたですね、男性的な価値観とは全く別物で、女性には理解されないことが多いので、僕はそういった意味でも服の消費期限みたいなものは、ある程度設けておいた方がいいかなと思ってまして、まあたい3年とか着れたら十分だと思いますし、どんなに長くても5年ぐらい来たら僕は手放した方が、女性目線から見た時には、清潔感というところは担保されるのかなと思っています。 ただ僕自身も本当に好きな服って長く着ますし、良いものは時代を超えて長く使えるという感覚を持っているので、このあたりは微妙なところではあるんですよね。まあ、ただ女性目線で言うと5年以上前の服というのはあまりですね、清潔にも見えないですし、やっぱり5年ぐらい経つとトレンド感とか時代の雰囲気ともずれてくるので、そのあたりから見ても古臭く見えたりすることが少なくないんですね。サイズ感だとかデザインの傾向も変わってくるので、やっぱりですね、 一区切りでで服はは入れ替えた方が僕は断然いいかなと思うので、まあたりもですね注意をした方がいいいんじゃななのかなと、思っていますあと清潔感において重要なとこで言うと、色使いですね。ここもめちゃくちゃ注意が必要で、清潔に見える色と、見えない色というものがありまして、例えば、あんまり清潔に見えない色で言うと、ブラウンだとか、あとはオリーブだとか、まあ、ベージュもですね、色によるんですが、このようなアースカラー系というのは、失敗する と、やぼったくて、おじさんっぽくて、清潔感がなく見えるんですね。それよりは、ネイビーだとか、ホワイトだとか、ブルーだとか、あとは綺麗な色ですね。ロイヤルブルーのニットだとか、あとは淡いブルー系だとか、まあこういったちょっと綺麗な色合いというのは女性からの評判がかなりいいので、まあそういったものを中心に選ばれた方がいいんじゃないのかなと思います。とは言っても、僕はですね、ブラウンも好きだし、オリーブも大好きですし、ベージュも好きなんですよ。 これらの色が決して NG なわけではなくて、このようなちょっとこう、暮った色だけで全身を構成してしまうと、やっぱり女性からの評価は良くなかったりするので、例えばベージュを使うのであれば、ベージュのステンカラーコートを着て、ボトムスをブラックにするだとか、ホワイトにするだとか、メリハリを効かせるような着こなしであればいいと思いますし、ベージュのステンカラーコートということで、アイテム自体に綺麗さが漂っていれば、色合いがある程度ベージュだとかブラウンであっても、結構印象が良かったりするので、決して これらの色が NG というわけではなくて合わせ方とかどういったアイテムの中にベージュオリーブを使うのかここが重要だということは、まあ、頭の片隅に置いていただければなと思いますまあオリーブで言ったらカーゴパンツみたいなところが結構男性好きな方多いかなと思います僕も大好きで先日ユニクロのカーゴパンツをおすすめしましたがやっぱりああいったものも単体で見たら女性からの評判ってそんなに良くないと思うんですねだからこそ上に合わせるものを白のニットだとか白のニットだとか シャツだとかブルー系のシャツだとかちょっと綺麗なものと合わせてもらえばバランスが取れるので決して色自体に罪があるわけではないということは頭の片隅に置いていただければなと思います。ただこのようなブラウンだとかオリーブベージュをうまく使うというのは中級者的な位置づけなのでまあ、最初のうちはネイビーだとかホワイトだとか綺麗な色このあたりを重視する方が女性から見た時には清潔感が漂うかなと思うのでこのあたりの色についてもですねぜひ頭の片隅に置いていただ いただければなと思っていますはい、続いて二つ目の女性が苦手な着こなしなんですが、ゴテゴテとしたファッションなんですね。これも結構抽象的な言葉なので、具体的なところを出していきたいなと思うんですが、女性はゴテゴテとしたような着こなしよりは、シンプルな着こなしの方が結構好きだということが多いんですね。例えば、スニーカーで表現してみると、このようなシンプルな白レザースニーカーと、 トレンド感のあるニューバランスのスニーカーだったら、どちらが女性に評判がいいかというと、やっぱり白レザースニーカーなんですよね。今持ってきたのはコンバースのオールスタークップというですね、白レザースニーカーの中では最もベーシックなもので、品のいいもんかなと思うんですが、こちらと今トレンド感のあるニューバランスだったら、男性的には結構ニューバランス好きな方が多いんですよね。まあ、正直僕自身もニューバランスの方が 好きです今のトレンド感があって空気感にも合っているのでニューバランスのこの野暮ったさだとかあとはちょっとごちゃごちゃした感じも含めて僕は好きなんですよいわゆるこうダサかっこよさというところがニューバランスにあるかなと思うんですがそのようなダサかっこいいという感覚がなかなか理解しづらいというのが女性にはあるのかなというふうに思っていますなるべくシンプルでちょっと大人っぽく見えるようなこういった王道感のあるものがはるかに女性からの評価は高かったです ののでこあたりは頭の片隅に置いていてただ、きたたいいなと思っていますただちょっと前まではニューバランスのスニーカーって女性からの受けがめちゃくちゃ悪かったんですけどもただ最近では結構女性の間でもニューバランスのスニーカーって結構流行ってきてるのでこのあたりの理解は以前よりはだいぶされるようになったんですがそれでもやっぱり未だに強いのはこっちの白レザースニーカーなのかなと思うのでそのあたりは頭の片隅に置いていただければなと思っていますちょっと先ほど解説の中にも出てきましたが がダサかっこいいというところで言うと今の空気感には合っていてトレンド感が漂うのですごくいいんですが例えばバブワーのアウターのようなちょっとこう男臭いようなアイテムですねあのあたりも女性からはなかなかですね評価されづらいところがあって僕大好きで今までに3着ぐらい購入してきていますし今も所有してるわけなんですがなかなかですねその良さというところが女性には伝わりづらいなというのは感じてるんですね一方で先ほどもちょっと出てきました ましたが、ステンカラーコート着丈が長くてベーシックなコートみたいなものの方が圧倒的に女性からの評価が高いかなと思いますステンカラーコートだとかあとはチェスターコートのような綺麗めなコートですねアウターであれば男臭い感じよりはそういったものの方がシンプルですしなおかつ清潔感も含めて漂いやすいのでおすすめのアイテムになってくるんじゃないのかなと思っていますこれもバブワーに罪があるわけではなくて僕はバブワ大好きなんですよ男臭いアイテム大好きなんですが もしこういったものを着る場合には今ちょっと旬になってきているホワイト系のパンツを履いて爽やかに振ってあげるだとかあとはバブアーの内側には綺麗めなニットを着てあげるだとかあんまり男臭い方向に振りすぎないようにバランスをとってあげると僕はですねバブアーでも評価してもらえるのかなと思います幸いですねこのバブアーのアウターに関しても結構女性でも着てる方最近では増えてきてるのでこのあたりのイメージも年々変わりつつあるので、まあ、今後ですねバブアーの評価は女性からも どんどん上がってくるかなと思うのでそのあたりも僕らにとってはですね安心感があるかなと思うので一応覚えておいていただきたいなと思っていますあとはゴテゴテしているものといえば例えばチェック柄が服の裏地についているようなものだとかそういったものも結構女性は苦手ですねこれはおしゃれな男性であっても苦手だという方は少なくないかなと思うんですがそのようなちょっと値段が抑えめなものの服の中にはあえてチェック柄を多用することでおしゃれに見せようみたいな服があったりするんですがそういったものは 結構女性は苦手でっったりすするのの、まあ、避けててておいいいい間違いがないのかなかと思っています、まあ、さらには、ブランドもののロゴですね。これがドーンと出てるようなものも結構女性からするとゴテゴテ見えたりだとか、あんまり好きじゃないという方も少なくないんですね。ですので、ブランドロゴが前に出てくるもの、どんなに高級なブランドであっても、そこは注意が必要かなと思います。高いブランドほどむしろ女性は嫌がったりすることが多いので、そのあたりは注意しなくちゃいけないんですが、ただブランドロゴが 全部悪なのかというと、そんなことはなくて、例えば、ノースフェイスだとか、アークテリクスだとか、このようなアウトドアブランドですね。その中でも、イメージが良くて、ちょっとこう、スターリッシュ見えるようなブランドであれば、結構女性からの評判が良かったでするので、そのあたりは OK なので、結構ブランドのロゴというのは賛否両論あって、できればそういったノースフェイス、アークテリクス系だと、印象がいいかなと思うので、皆さんそういったところは取り入れていただければなと思っています。 はい、続いて3点目の女性が苦手な着こなしなんですが、決めすぎファッションっていうところで、 これはですね、僕自身もめちゃくちゃ注意が必要かなと思うんですが、男性って結構カッコつけな部分があって、ついついですね、膝っぽい着こなしをしてしまったりだとか、カッコつけすぎてしまうっていうことが少なくないかなと思うんですが、女性から見ると、このようなカッコつけすぎた感じって、一緒にいた時に気恥ずかしくなったりだとか、ちょっとなんか苦手だなという方が少なくないので、僕も含めて注意をすべきかなと思うんですね。例えばこのあたりで顕著になってくるのは、 これですね。 アクセサリーですね。僕もアクセサリーは大好きで、いろんなものを持っています。今持っているのは、バングルみたいなアイテムですし、あとはですね、こういったリング系もいろいろ持っていたりして、ついついですね、盛りたくなるんですが、その気持ちをなるべくグッと抑えるようにしてるんですね。というのも男性のアクセサリー使いは女性から見ると結構やりすぎ感があって、キザに見えるので、あんまり好感度が高くないかなと思います。そういった意味では、男性が 身につけられる装飾品アクセサリーとしてはまず時計ですねこのあたりは NG と言われることはないのでいいんじゃないのかなと思いますそれにプラスして OK なのはまあ、せめて一つのバングルぐらいかなと思っていまして僕はここまではつけますただ女性視点からするとバングルでさえもチャラチャラしていて好きじゃないという方もいらっしゃるのでそこは注意が必要なのかなと思いますまあ、正直ですね今回女性目線というところでお話してるんですがそれもどこまで取り入れ ルカ問題はありまして、それに寄り添いすぎてしまうとめちゃくちゃ退屈に感じてしまう男性も少なくないかなと思うんですね。まあ、僕自身がそうなので、ある程度バランスは取りたいんですが、まあバングルの一つぐらいはオッケーだろうということで普段からつけてることも少なくありません。まあそんなこと言うと清潔感が重要だと言いながら僕は。 ベースでヒゲを生やしてるので、そこなんかもう女性化するとない方がいいに決まってるんですね。僕が女性目線を100%重視するんだったら、ヒゲも剃った方がいいんですが、そのあたりはあくまでバランスだと思っていまして、まあ、女性目線も好きだけど、自分の好きなスタイルというところもうまくミックスしながらというところが、僕自身のコンセプトとしてはあるんじゃないのかなというふうに感じています。ということで、まあ、アクセサリーですね。 この辺りは、まあ、つけても一つぐらいまでにした方がいいし、ウォレットチェーンだとか、 あとはネックレスだとか、このあたりは本当にやめておいた方がいいかなと思っていて、ちょっと前になるんですが、ある芸能人の方の私服で、ウォレットチェーンが付いてるというだけで、好感度がちょっと下がったというようなことがありまして、やっぱりですね、ウォレットチェーンだとかネックレスっていうのは、かなり女性からすると賛否両論があるので、ちょっと難しいアイテムなのかなというふうには思っています。あとは結構男性が好きなアイテムとして、レザージャケットってあげられるんですね。僕自身も大好きで、いつも裏に置いてあって、よく動画にも出てて、 きますね、この辺りも男性が好きなアイテムではあるんですが女性から見ると それ着てどこ行くのっていうところで、突っ込みどころが満載だったりするんですね。まあ、例えばバイクに乗るだとか、バンドを組んでるだとか、まあ、背景のストーリーがあるのであれば、こういったレザージャケットというところはしっくりくるかなと思うんですが、僕自身もバイクに乗るわけでもないし、ロックバンドやってるわけではないので、今僕とレザージャケットの接点ってあんまりないんですよね。そういう状態でこういったレザージャケット着ても、なかなかですね、理解してもらえないなというところがあるので、キザに見えるとか、ちょっと格好つけすぎで一緒に歩く 着くのが苦手という方も多かったりするので男性が好きなアイテムであるというところは間違いないし大好きなんですがこのあたりも注意が必要なアイテムなのかなと思っていますあとは深い V ネックの T シャツだとかあとはちょっと綺麗めなシャツを第二ボタンまで開けて着るというのも結構苦手な女性が多いかなと思いますセクシーな男性の着こなしっていうのは意外と女性には受けないような気がしていてキザっぽく見えるだとかなんかこうムズムズすると言われたりすることが少なくないので まあそのあたりは注意が必要かなと思います。僕もですね、結構前になるんですが、20代の頃は V ネックの深い T シャツ大好きでよく着ていまして、その頃の写真をですね、奥さんによくいじられたりするんですね。あとは第2ボタンまで開けて、ちょっとイタリア人の男性を意識しながらシャツを着ていたこともあります。それも奥さんからはあんまり評価が良くなかったので、まあ、男性のセクシーさというのは、日本人男性がやると結構理解してもらえないんだなというところは、僕自身痛感してるので、ぜひ皆さんもですね、頭の重 刺身に置いていただければなと思っています。 続いて4点目ですね。これは結構意外に思う方も少なくないかなと思うんですが、トレンド感が強すぎる着こなしって意外と女性にとっては NG に感じる方少なくないのかなと思っています。まあ、女性って男性よりもオシャレが好きでトレンドみたいなものをしっかりと追ってる方多いかなと思うんですが、ただ男性の着こなしとしてトレンド感が強すぎるものってそんなに理解されないなというのは僕自身も感じています。というのもファッションが大好きな女性であっても 男性の最新のトレンドまで理解してる方って意外と少ないんですよね。ですので分かりやすいところで言うとユニクロのタックワイドパンツだとかタックテーパードパンツこのあたりってファッションが好きな男性僕もそうですけどもそういった方には評価めちゃくちゃ高いんですが女性からするとなんかやぼったく見えたりだとかなんかこう清潔感漂わなかったりだとかトレンド感強すぎてよく分かんないっていう方が多かったりするんですよね。それよりもスマートアンクルパンツのようなもももある 周りにはちょっとゆとりがあるけどもテーパードがしっかりと効いてるようなパンツの方がスタイルがよく見えるしそっちの方が好きという女性の方が圧倒的に多いかなと思いますスマートアンクルパンツもしくはグローバルワークのアーバンスラックスですねこの辺りの方がさらに細身で 王道的なスラックスに近いんですが、そういったスタイルがよく見えるような、ちょっと綺麗めなボトムスの方が女性からの印象はすごくいいかなと思っています。なので、最新のトレンドを追うことが必ずしも女性からの印象がいいかというと、全くそんなことがないので、サイズ感というところはすごく注意が必要かなと思います。今トレンド感あるようなワイドシルエットが女性からの支持を得られるかというと、そんなことはなくて、ジャストなサイズ感だとか、まあせめてちょいるぐらいのサイズ感ですね。 ここまでは理解されるので、全く問題がないかなと思いますし、推奨したいなと思うんですが、ワイドに振りすぎるものは意外と印象が良くないので、注意が必要なのかなと思っています。また、タイトな着こなしですね。スキニーのボトムスだとか、このあたりはカッコつけすぎに見えたりだとか、ムチムチ感が伝わったりすると、やっぱり清潔感というところで NG が出たりするので、このあたりのタイトすぎる着こなしにも注意が必要なのかなと思っています。こ、まあ、この辺りのありトレンド感とというところはまあ、まあに しておくのがちょうどよくてあまりトレンド感を追いすぎないというところは皆さんぜひ意識した方が良くてそれは僕のようなファッションが好きな人間だとかファッション業界の人間こそですね結構落ちりやすいところでまあ、そこら辺は僕自身も日々反省しながらやっているところではあるんですねまあ、今僕の動画を見ていただいている皆さんもうちのチャンネルだけではなくていろんなファッション系の youtube チャンネルあるかなと思うんですがやっぱりこういったチャンネルっていうのはトレンド感強いところが多かったりするのでその情報を をに受けすぎててしまって今のトレンド感あるのはこれですっていうものを買っても、それ着ても女性から見るとなんかそれ破ったくないとか、ちょっとよくわかんないんだけどという反応もあったりするかなと思うので、そのあたりは十分に頭の片隅に置きながらですね、日々の着こなしを考えていただければなと思っています。 はい、ということで、ここまでですね、女性が苦手な着こなしについて話してきましたが、じゃあどうすればいいのかというところを最後お伝えして締めたいなと思います。清潔感がないのも苦手だし、ゴテゴテとした着こなしも苦手、そしてあんまり格好つけすぎるのも嫌だし、トレンド感が強すぎるのはもう良くないというところで、じゃあどうすればいいのかというところを最後にまとめると、やや綺麗感のある大人っぽい着こなしというところが、女性から見ると、ある程度ですね、印象がいい着こなしと言えるのかなと、 思っています具体的なアイテムで言うと、例えばアウターであったら、先ほども出てきましたが、ステンカラーコートとかチェスターコートですね。色で言ったらネイビーのようなベーシックなものか、もしくはベージュ系のカラーなんかは柔らかく見えるので、すごくいいんじゃないのかなと思います。あとは内側に着るものとしては、シャツですね。僕が今着てるようなブルー系のものだとか、あとは白系のシャツ。このあたりは鉄板で女性間の印象もいいんじゃないのかなと思います。爽やかに 見える色ととととしてはは白とブルー系は鉄板というとこ,ろです、ね、この辺りは覚えておいていただきたいなと思います。他には丸首のニット、この辺りも程よく綺麗感があるので、間違いのない選択で、白だとか、ライトグレーだとか、そういった明るめのもの、もしくは綺麗な色で言うと、 こういったロイヤルブルーのニットとか、このあたりなんかはすごくですね、動画で解説しましたが印象が良かったので、綺麗系のニットなんかもいいかなと思います。まあ、v ネックのニットなんかも今トレンド感もあっていいんですが、最新のトレンドよりは、このような丸首のニットぐらいの、ベーシックさ、目が慣れているというところも含めて、こういったものの方が印象がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ボトムスで言ったら太すぎるようなボトムスだとか、あとはタイトすぎるようなスキニーのデニムだとか、こういったものよりは、普段の僕の動画 中でお伝えしているようなブラックの EG 系のパンツですね。センタープレスが効いているようなブラック系のグローバルワークで言うとアーバンスラックスだとか、 ユニクロで言うと、スマートアンクルパンツ、このあたりは鉄板かなと思います。あとはもうこれ定番的な位置付けのブラックの細身のデニムですね。ビタビタのスキニーは NG だけども、ジャストサイズのブラック系のデニムなんかは、未だにやっぱり女性からの評判は良かったですので、こういったものもおすすめできるアイテムかなと思っています。で、靴で言ったらもう王道はニューバランスだとかそのあたりも決して悪くはないです。僕は大好きだし、着こなし次第だと思うんですが、白系のレザースニーカー、このあたりは 鉄板ととししててては用意しておくののがいいいいいんじゃないのかなかう,うに思っています、まあ、この辺りを組み合わせれば結構大人っぽいような綺麗めのスタイルは使いやすいかなと思いますしあとはこれ意外性があるかなと思うんですがスポーティーなアイテムも意外と女性からの評判が良くてシンプルな無地のパーカーだとかあとはナイロンジャケットですねノースフェイスだとかアークテリクスのナイロンジャケットみたいなものは膝っぽくもなくてなおかつどこか爽やかさみたいなところも出るのでこういったアイテム でも意外と評判が良かったりするので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも取り入れていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、男性が好きな着こなしと女性が好きな着こなしの違いについて、しっかりめに解説をしてみました。ここを頭の片隅に置くかどうかで、全く着こなしの方向性は変わってくるのかなと思います。なぜ僕はこのようなお話をしたかったのかというと、世の中にはいろんなファッションの情報が溢れていて、YouTube の中にもいろんな動画があるかなと思うんですね。で、それらの動画って、結構トレンド感の強いものに寄っていることが少なくないんですね。 というのも、ファッション系 YouTuber というのは、基本的には、服が大好きな人種なので、定番的な着こなしよりは、やっぱりですね、苦労と受けするようなトレンド感のある服だとか、古着だとか、どこどこのブランド、ドメスティックブランド、メゾンブランド、みたいなものって、服が大好きな人の世界観であって、それって意外と女性目線で言うと、なんかあんまり理解されないことも少なくなかったりするんですね。一方で、定番感があるだとか、綺麗な色味だとか、女性にも理解できるような着こなしって、 あんまり情報量として多くはなかったりするので、このあたりはどこかでしっかりとお伝えしておきたいなということで、今回はお話をさせていただきました。まあちなみにファッションに正解なんかないんですよね。僕自身はどちらかというと、女性が好むような着こなしよりは、もうちょっとコアな着こなしの方が好きなんですよ。なのでこっち寄りだったりするんですけども、でも女性の目線っていうのもすごく好きで、ある程度女性からの好感を得られたいという意見も多かったりするので、このあたりを今回はしっかりとお話をしようと思いました。ぜひ皆さんもこの の視点を持ちながら、自分の着こなしをですね。日によって変えていくというのもいいかなと思うんですね。自分一人で楽しむような着こなしもあってもいいと思うし、家族で過ごす時には女性から見た時に好印象な着こなしをするのもいいかなと思うので、ぜひこの辺りも頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね。なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少しですね。僕自身が大好きなような。ツーなドメスティックブランドだとかセレクトショップ。 オリジナルのアイテムですとか、そういったものの解説に関しては、僕はもう一つ運営しています、YouTube のメンバーシップチャンネルで、しっかりめに解説しています。ここは、どちらかというと、中級者向けのですね、男臭い空間になってるかなと思うので、気になる方は、概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。また、今日の動画もそうなんですけども、結構長くなってしまって、反省してるんですが、なるべくコンパクトにファッション情報をですね、受け取りたいという方は、オンラインサロンもですね、僕はやっていますので、そちらの方では、文章と写真ベースで、 大体1分ぐらいで読めるような記事をですね、1日僕の中では2本出していますし、あとは僕以外のスタイリストの方だとか、参加者の皆さんも記事を書くことができまして、いろんな記事がアップされていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。